皆さん、こんばんは。最近のご都合はいかがですかな？私は、フランシスと申します。今夜ですね、ようやく日本語版の聖書の時間を作り出しました。アーメン。やはり神様に感謝しきれない。もう感謝しきれない。さらに、幸福な一日でした。そのゆえで、今夜はやはり聖書の一部をというのはテサロニケ人への第二の手紙を読ませていただきたいと存じています。それじゃあ早速、一緒に、聖書の口語訳版を一緒に読みましょう。それじゃあ早速。テサロニケ人への第二の手紙第一章。パウロとシルワノとテモテか、私たちの父なる神と主イエス・キリストとにあるテサロニケ人たちの教会、父なる神と主イエス・キリストから恵みと平安とがあなた方にあるように、兄弟たちよ、私たちはいつもあなた方のことを神さん、失礼しました。読み間違えちゃっていました。兄弟たちよ、私たちはいつもあなた方のことを神に感謝せずにはおられない。またそうするのが当然である。それはあなた方の信仰が大きいに成長し、あなた方一人一人の愛がお互いの間に増やし加っているからである。そのため私たち自身はあなた方が今受けているあらゆる迫害と困難とのただ中で示している忍耐と信仰とにつき、神の諸教会に対してあなた方を方向としている、こう言う読みますかな、誇としている、誇りの誇かな、これは誇この単語は神の主教会に対してあなた方を誇としている、誇とこれは誇とどういう意味ですかな、誇と、まあ一応誇って読みましょうか。この漢字は
とさらにこれはあなた方を神の国にふさわしいものにしようとする神の裁きが正しいことを証拠立てるものである。その神の国のためあなた方も苦しんでいるのである。すなわちあなた方を、あなた方を悩みます。あなた方を悩ますものに困難を持って、その分からない。報道の方、さらに報い。そうです。報いです。すなわちあなた方を悩ます者には困難を持って悩まされているあなた方には私たちと共に休憩を持って報いてくださるのが神にとって正しいことだからである。それはイエスが炎の中で力ある天使たちを率いて天から現れる時に実現する。その時主は神を認めない者たちや私たちの主イエスの福音に聞き従わない者たちに報復し、そして彼らは主の身顔とその力の栄光から避けられて永遠の滅びに至る刑罰を受けるであろう。その日にイエスは下ってこられ生徒たちの中で崇められ、すべて信じるたちの間で今日試されるであろう。私たちのこの証はあなた方によって信じられているのである。このためにまた私たちの神があなた方を示す魔法使いのような声、また勝利。いや、どうしてよ。これはさっぱりわからない。どうやって読みますかこれ。すみません、勝利呼ぶメス、ショー、
音読にすれば小って読む、小って読みます。ですが、ですが、音読とすれば、メス、メスって読みます。メス。このために、また私たちは、私たちの神が、あなた方を称しにかなうものとなし、善に対するあらゆるお願い、善に対するあらゆる、ね、願いと信仰の働きと、力強く満たしてくださるようにと、あなた方のために絶えず、あなた方のために絶えず祈っている。それは私たちの神と主イエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの御名があなた方の間、とか、中とか、そう、これも、かなり曖昧に見えますね、これ、それは私たちの神と主イエス・キリストの恵みによって、私たちの主イエスの御名があなた方の、間で崇められ、あなた方も主にあって栄光を受けるためである。次の章、テサロニケ人への第二の手紙第二章。さて、兄弟たちよ、私たちの主イエス・キリストの来臨と、私たちが身元に集められることとについて、あなた方にお願いすることが、例により、あるいは言葉により、あるいは私たちから出たという手紙によって、主の日はすでに来たと触れ回るものがあっても、すぐさま心を動かされたり慌てたりしてはいけない。誰がどんなことをしても、それに騙されてはならない。まず、廃墟、背の高いの背、教会の教、これはどう見ますか？もちろん日本語で。廃墟、教えに背くこと、キリスト教で信仰を捨てて他宗教に改装したり無宗教になること。なるほど。じゃあ次には、誰がどんなことをしても、それに騙されてはならない。まず、廃墟のことが起こり、不法のもの、すなわち滅びの子が現れるに違いない。彼はすべて神と呼ばれたり、
勝敗勝敗ああ勝敗これは厄介ですよ随分勝敗グッ、グッ勝勝敗の勝敗はい、あ、はい、背景の背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 は本読みとすればどう読みますかな。はいと読みましょうまた一応、彼はすべて神と呼ばれた呼ばれたり這いまれたりするものに反抗して立ち上がり自ら神の、宮に座して自分は神だと宣言する。私がまだあなた方のところにいたとき、これらのことを繰り返していったのを思い出さないのか。そしてあなた方が知っている通り、彼が自分に決められたときになってから現れるように、今彼を創始しているものがある。不法の秘密の力がすでに動いているのである。ただそれは今創始 しているものが取り除かれるまで、すみません。ただそれは今創始しているものが取り除かれる時までのことである。その時になると不法のものが現れる。このものを主イエスの口の息を持って殺し、来臨の輝きによって滅ぼすであろう。不法のものが来るのはサタンの動きによるのであって、あらゆる偽りの力と印と不思議と、またあらゆる、不義の惑わしとを、滅ぶべき者どもに対して行うためである。彼らが滅びるのは自分らの窮となるべき真理に対する愛を受け入れなかった報いである。そこで神は彼らが偽りを信じるように迷わす力を送り、こうして真理を信じないで不義を喜んでいた全ての人を裁くのである。しかし神に愛されている兄弟たちを、私たちはいつもあなた方のことを神に感謝せずはおられない。それは神があなた方を初めから選んで、御霊による清めと真理に対する信仰とによって救を得させようとし、そのために私たちの福音よりあなた方を称して、私たちの主イエス・キリストの栄光に預からせてくださるからである。そこで兄弟たちを固く立って、私たちの言葉や手紙で教えられた現伝えをしっかり守り続けなさい。どうか私たちの主イエス・キリストご自身と私たちを愛し、恵みを持って永遠の慰めと確かな望みと、確かな望みと、これはどう読みますかな、
たまわる。たまわる。たまわると読みます。すみません。もう一度繰り返します。繰り返させていただきます。どこで。すぐ忘れてしまいました。たまわる、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 たまわる。どうか私たちの主イエス、主イエス・キリストご自身と私たちを愛し、恵みを持って永遠の慰めと確かな望みとを賜る私たちの父なる神とがあなた方の心を励まし、あなた方の心をはがまし、あなた方の心をはがまし、あなた方を強めて、すべての良い技を行い、正しい言葉を語るものとしてくださるように。次には、テサロニケ人への第二の手紙、第三章、最後に兄弟たちを、私たちのために祈ってほしい。どうか主の言葉があなた方のところと同じように、ここで早く広まり、また崇められるように、またどうか私たちが不都合な悪人から救われるように、事実。すべての人が信仰を持っているわけではない。しかし、主は真実なか、しんし、うん、しかし、主は真実な方であるから、あなた方を強め、悪しき者から守ってくださるであろう。私たちがすみません。失礼しました。私たちが命じることをあなた方には、あなた方は、現実の現、あとは にと接続したらどう読みますか。めんどくさいな、これ。日本語は本当にめんどくさいと、だと思いますよ、これ。すみません。現。また、音読みにすることに なってました。現に予測や仮定でなく事実である様。現に actually in、英語で actually or in fact or really、yeah. OK。私たちが命じることをあなた方は現に実行しており、また実行するであろうと私たちは主にあって確信している。どうか主があなた方の心を導いて、神の愛とキリストの忍耐とを持たせてくださるように、兄弟たちを主イエス・キリストの名によって
てあなた方に命じる。怠け、な生活、中国語ですね。この読み方は。ランダ。これはどういうことでしょう？一体。見えますか？なぜ、二つの読み方があるのでしょうか、これ。一体。じゃあ、一応、ライダーと読みましょう。兄弟たちを、主イエス・キリストの名によって、あなた方に命じる。ライダーな生活をして私たちから受けた現在に従わないすべての兄弟たちから遠ざかりなさい。私たちにどう習うべきであるかはあなた方自身がしているはずである。あなた方のところに行った時には私たちはランダーな生活をしなかったし、人からパンをもらって食べることにもしなかった。それどころか、あなた方の誰にも負担をかけまいと、日や労働し、努力し、働き、続けた。それは私たちにその権利がないからではなく、ただ私たちにあなた方にが見習う。それは私たちにその権利がないからではなく、ただ私たちにあなた方が見習う。それは私たちにその権利がないからではなく、ただ私たちにあなた方が見習うように身をもって模範を示したのである。またあなた方のところにいた時に働こうとしない者は食べることもしてはならないと命じおいた。ところが聞くところによると、あなた方のうちのある者はランダーな生活を送り、働かないで、ただいたずらに動き回っているとのことである。こうした人々に対しては、静かに働いて自分で得たパンを食べるように主イエス・キリストによって命じまった、
進む。進める。どう？働こうとしないものは食べることもしてはならないと命じておいた。ところが聞くところによると、あなた方のうちのあるものは乱暖な生活を送り、働かないでただいたずらに働き回っているとのことである。こうした人々に対しては、静かに働いて自分で得たパンを食べるように主イエス・キリストによって命じまた進める。兄弟たちよ、あなた方はたゆまずに良い働きをしなさい。もしこの手紙に記した私たちの言葉に聞き従わない人があれば、そのような人には注意をして交際しないがよい。彼が自ら恥じるようになるためである。しかし彼を敵のように思わないで、兄弟として訓戒しなさい。訓戒と読めば正しいかどうか調べましょう。iPad で訓戒。正しいです。しかし彼らを敵のように思わないで、兄弟として訓戒しなさい。どうか平和の主ご自身が いかなる場合にも、失礼しました。どうか平和の主ご自身がいかなる場合にもあなた方に平和を与えてくださるように、主があなた方移動と共におられるように。ここでパウロ自身が手図から挨拶を書く。これは私のどの手紙にも書く印である。私はこのように書く。どうか私たちの主イエス・キリストの恵みがあなた方伊藤と共にあるように。これはアーメンがないかな、これ。ここにはアーメンがあったはずだと思っていました。だがこの聖書がなぜでしょうかね。英語で KJV の、バージョンを読ませていただきたいと存じています。じゃあ早速
The second epistle of Paul the Apostle to the Thessalonians, KJV, chapter 1. Paul and Silvanus and Timotheus unto the church of the Thessalonians in God our Father and the Lord Jesus Christ. Grace unto you and peace from God our Father and the Lord Jesus Christ. We are bound to thank God always for you, brethren, as it is meet, because that your faith groweth exceedingly, and the charity of every one of you all toward each other aboundeth, so that we ourselves glory in you in the churches of God for your patience and faith in all your persecutions and tribulations that ye endure, which is a manifest token of the righteous judgment of God, that ye may be counted worthy of the kingdom of God, for which ye also suffer, seeing it is a righteous thing with God to recompense tribulation to them that trouble you, and to you who are troubled rest with us, when the Lord Jesus Christ shall be revealed from heaven with his mighty angels, in flaming fire, taking vengeance on them that know not God, and that obey not the gospel of our Lord Jesus Christ, who shall be punished with everlasting destruction from the presence of the Lord, and from the glory of his power, when he shall come to be glorified in his saints, to be admired in all them that believe, because our testimony among you was believed in that day. Wherefore also we pray always for you, that our God would count you worthy of this calling, and fulfill all the good pleasure of his goodness, and the work of faith with power, that the name of our Lord Jesus Christ may be glorified in you, and ye in him, according to the grace of our God and the Lord Jesus Christ. Chapter 2. Now we beseech you, brethren, by the coming out of our Lord Jesus Christ, and by our gathering together unto him, that ye be not soon shaken in mind, or be troubled, neither by spirit, nor by word, nor by love, nor by letter, as from us, as that the day of Christ is at hand. Let no man deceive you by any means, for that day shall not come, except there come a falling away first, and that man of sin be revealed, the son of perdition, who opposeth and exalteth himself above all that is called God, or that is worshipped, so that he as God sitteth in the temple of God, showing himself that he is God. Remember ye not that when I was yet with you, I told you these things? And now ye know that withholdeth, that he might be revealed in his time. For the mystery of iniquity doth already work. Only he who now letteth will let, until he be taken out of the way. And then shall that wicked be revealed, whom the Lord shall consume with the spirit of his mouth, and shall destroy with the brightness of his coming, even him whose coming is after the working of Satan, with all power and signs and lying wonders, and with all deceivableness of unrighteousness in them that perish, because they received not the love of the truth, that they might be saved. And for this cause God shall send them strong delusion, that they should believe a lie, that they all might be damned who believed not the truth, but had pleasure in unrighteousness. But we are bound to give thanks always to you, to God, for you, brethren, beloved of the Lord, because God hath from the beginning chosen you to salvation through sanctification of the Spirit and belief of the truth, whereunto he called you by our gospel, to the obtaining of the glory of our Lord Jesus Christ. Therefore, brethren, stand fast, and hold the traditions which ye have been taught, whether by word or our epistle. Now our Lord Jesus Christ himself, and God, even our Father, which hath loved us, and hath given us everlasting consolation and good hope through grace, comfort your hearts, and establish you in every good word and work. Chapter 3. Finally, brethren, pray for us.
that the word of the Lord may have free course and be glorified, even as it is with you, and that we may be delivered from unreasonable and wicked men. For all men have not faith, but the Lord is faithful, who shall establish you and keep you from evil. And we have confidence in the Lord touching you, that ye both do and will do the things which we command you. And the Lord direct your hearts into the love of God and into the patient waiting for Christ. Now we command you, brethren, in the name of our Lord Jesus Christ, that ye would withdraw yourselves from every brother that walketh disorderly, and not after the tradition which he received of us. For yourselves know how ye ought to follow us, for we behaved not ourselves disorderly among you. Neither did we eat any man's bread for naught, but wrought with labor and travail, day, night and day, that we might not be chargeable to any of you. Not because we have not power, but to make ourselves an ensample unto you to follow us. For even when we were with you, this we commanded you, that if any would not work, neither should he eat. For we hear that there are some which walk among you disorderly, working not at all, but are busybodies. Now then, that are such, we command and exhort by our Lord Jesus Christ, that with quietness they work and eat their own bread. But ye, brethren, be not weary in well-doing. And if any man obey not our word by this epistle, note that man, and have no company with him, that he may be ashamed. Yet count him not as an enemy, but admonish him as a brother. Now the Lord of peace himself give you peace always by all means. The Lord be with you all. The salutation of Paul with mine own hand, which is the token in every epistle. So I write, the grace of our Lord Jesus Christ be with you all. Amen. Oh my God. じゃあこのビデオの最後に聖書の部分を中国語で読ませていただきます。 OK、 始めましょう。铁萨罗尼加后书，中文英王钦定版，第一章，保罗、希拉、提摩太写信给铁萨罗尼加在神我们父与主耶稣基督的教会，愿恩典平安从神我们的父和主耶稣基督归于你们。弟兄们，我们理应为你们常常感谢神，这本是合宜的，因为你们的信心格外增长，并且你们个人彼此的爱也都充足，甚至我们在神的各教会里以你们为荣，都因你们在所受的一切逼迫患难中仍旧存忍耐和信心，这正是神公义审判的明显记号，叫你们可算配得神的国，你们就是为这国受苦。神既是公义的，就必将患难报应那加患难给你们的人，也必使你们这受患难的人与我们同得安息。那时主耶稣和他大能的众天使从天上显现，要以火焰报应那不认识神和那不听从我主耶稣基督福音的人，他们要受永远灭亡的刑罚，离开主的同在和他大能的荣耀。就是他要来，在他众圣徒里被荣耀，又在一切信的人里被
被赞美的那日子，就是因为我们在你们当中的见证相信的。因此，我们常为你们祷告，愿我们的神看你们配得过所蒙的召，又用大能成就他一切良善的美意和信心的工作，叫我们主耶稣基督的名在你们里面被荣耀，你们也在他里面被荣耀，都照着我们的神并主耶稣基督的恩典。第二章，兄弟们，现在我们劝你们，说到我们主耶稣基督的到来和我们到他那里聚集，我劝你们，无论有灵、有言语、有冒我们名的书信，说基督的日子就要到了，不要轻易动心，也不要惊慌。人不管用什么方法，你们总不要被他诱惑，因为那日子以前必先有被盗的事，并有那大罪人，就是灭亡的儿子显露出来。他是抵挡主，高抬自己，超乎一切称为神的和一切受人敬拜的，甚至像神一样坐在神的殿，称他自己是神。我还在你们那里的时候，曾把这些事告诉你们，你们不记得吗？现在你们也知道，那拦阻他的是什么？是叫他到他的时候才可以显露，因为那邪恶的奥秘已经在工作，只是现在有一个拦阻的，等到他被取去。那时这邪恶的人必显露出来，主要用他口中的灵烧灭他，用他到来的荣光毁灭他。这人来是随着撒旦的作为，有一切的能力、迹象和虚假的歧视，并且在那灭亡的人身上行各样出于不义的诡诈，因他们不接受这对真理的爱，使他们得救。因这原因，神就差给他们强烈的妄想，叫他们相信一个谎言，使一切不信真理、到喜爱不义的人都被定罪。主所爱的弟兄们，我们理应为你们常感谢神，因为神从起初拣选了你们，叫你们通过灵的成圣和真理的信念得拯救。他借我们所传的福音，召你们到这地步，要得这我们主耶稣基督的荣耀。所以弟兄们，要站立的本，凡所教导你们的条例，不拘是我们口传的，是信上写的，都要坚守。愿我们主耶稣基督和神，就是那爱我们，通过恩典将永远的安慰并美好的盼望给我们的父，亲自安慰你们的心，并且在一切善行善言上坚固你们。第三章，最后弟兄们，为我们祷告，好叫主的道自由传开并被荣耀，正如在你们中间一样，也叫我们脱离那些无理的恶人，因为不是所有人都有信心，但主是信实的，必坚固你们，保护你们脱离凶恶。我们靠主深信，你们现在是遵行我们所命令的，后来也必要遵行。愿主带领你们的心进入神的爱，并进入忍耐，等候基督。弟兄们，现在我们在我们主耶稣基督的名里命令你们，凡有弟兄行事没有规矩，不遵从我们所接受的条例，就应当远离他。你们自己知道应当怎样效法我们，因为我们在你们中间的行为不是没有规矩，也没有白吃人的饭，
倒是昼夜劳碌劳苦，免得叫你们一人耗费。这并不是因我们没有权利，而是要给你们做榜样，叫你们效法我们。我们在你们那里的时候，曾命令你们说，若有人不愿意工作，他就不要食饭。因我们听说，在你们中间有人行事没有规矩，根本不工作，反倒专管闲事。我们靠主耶稣基督吩咐，劝诫这样的人，要安静工作，吃自己的饭。弟兄们，但你们行善，不要灰心。若有人不听从我们这信上的话，要记下他，不和他来往，叫他觉得羞愧。但不要以他为仇敌，要劝诫他如弟兄。现在愿平安的主在各方面亲自给你们平安。愿主与你们众人同在。我保罗亲笔问你们安，凡我的信都以此为记号，我的笔记就是这样。愿我们主耶稣基督的恩典与你们众人同在，阿们。やはり中国語の聖書はそのアーメンが確かにありますよ。予想通り、だと存じています。はい、ここではこの、そろそろこのビデオを終わりにしましょうか。それじゃあ、ご視聴いただきまして、ありがとうございました。ご幸運をありがたくお礼を申し上げます。それじゃあ、もし縁があれば、次の動画で、YouTube でお会いましょう。それじゃあ、ごきげんよう。失礼しました。